ューミックスポットレディオ。皆さんこんにちは、小熊ゆかりです。もう夕方の5時を過ぎたあたりからだんだんね、薄暗くなり始めて、本当に日が短くなってきたなと感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。前回のオンエアでガラケーからいきなり iPhone 6 Plus に変えちゃいましたというお話をしましたが、画面がね、傷つかないように保護フィルムと、あとまあせっかくですから、ゴールドの色とアップルマークがねちゃんと見えるようにクリアケースを通販で注文したつもりがただの枠だったんですよね。通りで安いと思ったんだけど、全然これじゃ保護になってないじゃないっていう感じで今使ってます。でもだいぶね、指をこうスライドするあの動作には慣れたんですよね。最初の頃やっぱりぎこちなくて、人に見られるのが恥ずかしくて、電車に乗っていてもね、こうカバンの中でこうゴソゴソ操作してたんですけど、最近はね堂々と使っています。さあ今回も素敵な楽曲をお届けしていきます。まずは U-WAVE で Wave of Memories。夢のようなまどろみに揺れている渚は心地よくて溺れそうさ。君の背中抱きしめて会う僕は願った、永遠に続けよと。夢の終わり知ったのは幅広いベッドで、寝返りにも飽きた頃さ。伸ばした手は虚しくもさまよい続けてた、ぬくもりを求めて。だんだんと深まってくると
こういう切ないフレーズが聞きたくなります。少し前に皆既月食で月が赤くなるっていうね、現象を肉眼でも見ることができましたけれども、この季節は月がとっても綺麗ですよね。スフィアでムーン。
この曲を聴いてるとなんだか力が湧いてくる気がします。バーゲンズで The Songs of a Little Viking。こちらは寄り添うような歌声が心に染みてきます。ユニスタイルでデジャブ。出会ってすぐに僕は特別な気持ちを覚えていた。君とはずっと前に深くつながってた。そんな気がして、偶然すぎる出来事も必然だって思えるよ。運命を感じてる。いつの日同じ景色を見たでしょう。君は不思議そうな顔をして、温かな光、優しい匂いに映し出されてく。ワンシーン冷たい風を
ミューミックスポットレディオ、ゆかりんのこんなテーマで選んでみました。いや、久しぶりに私のロック魂が炸裂してしまいました。まさかね、あのボストンが来日公演を行ってくれるとは思っても見なかったので、日本武道館の最終公演を、たまたま知って見に行くことができて本当にラッキーだったなと思うんですけど、もう席は良くないし、音もね、もっといい席だったら良かったのかもしれないけど、まあそんなことはもうどうでもよくて、私の大好きな幻想飛行っていうアルバムがあるんですけど、もうどの曲もイントロからメロディーはもちろんだけど、ギターのリフ決め、はいこっからオルガンソロとか全部頭に入っているんだけど、それをそのままやってくれてるということが夢のようでね、このデジタルな時代の中にあって40年近く経っても全く色あせてないというより、逆に新しいというかね、あ、やっぱりいいものはいいんだなと改めて教えられました。振り返ってみれば、私が今こう曲をね書いたり歌ったりしていることも、高校の時にバンドをやっていたことがこうつながっていると思うんですけれども、ピアノが弾けるんだからキーボード手伝ってって言われてね、楽譜を誰の何の曲かも分からず渡されるままに弾いていて、当時はそのロックが何たるかも分からずね、でも後からそれがディープパープルだったりジェフ・ベックとか、まあチェッペリンの時はまあちょっとキーボードなかったけど、でその中にあって、なんか今回の曲は随分メロディーが綺麗で、アレンジも美しいんだなと思ったのがボストンだったんですよね。で歌いたいって主張したんだけど、女がロックなんてダメだって言われて、唯一ヒッチアライドという曲をハモらせてもらって、まあそれがね聞けなかったのがちょっと残念だけど、でも一瞬でタイムスリップしたようなね気持ちになれて、私やっぱり音楽好きだしロック大好きなんだなって思えた本当に素敵な時間でした。それでは曲に行ってみましょう。ガイズでニューステージ。
ロックをお届けしましょう。バリカンでスポットライト。スポットライト遠くて光ってる、そこには何があるかわからないけど、見てみたいな知らない景色を、お気に入りをカバンに詰め込んでさ、簡単だって思って踏み出した一歩、指先で持った荷物を担いでさあ行こうか。今回のミミックスポットレディオいかがでしたか？この番組では皆さんからのコメントをお待ちしています。ミミックスのツイッターから、または私のホームページから、ツイッター、メール、フェイスブック、どちらからでも OK です。コメントをお待ちしています。先日ニュースでも取り上げられていましたが、中越地震からもう10年が経ったんですね。復興コンサートに出演させていただいたりして、自分が歌う意味って一体何なんだろうと考えたり、何もない田舎だと思っていたふるさとに大切なものがたくさんあったんだなって初めて気づかされたり、改めて与えられた命は大切にしていかなきゃと思っています。最後にローランの祈りを聞きながら今回はお別れです。朝晩寒いので暖かくしてお過ごしください。お相手は小熊ゆかりでした。それではまた、バイバイ。せめて祈ろう、祈りましょう、震え泣いてる子供たちの大切な、とても大事な命が尽きないことを。せめて歌おう、歌いましょう。
しい叫びがこれ以上もうこれ以上憎しみに変わらぬように責めて思うよ思いましょう殺し合ってる兵士たちにも大切なとても大事な家族が待ってることを I say a ミュミックスポットラディオ